はい、こちら。あ昨日はやったかなちょっとめっちゃ見てしまいましたね。えー、アメリカの世論調査。なんと、あのー、今のアメリカ大統領、ジョー・バイデン、厳しいんじゃないかって言ってまして。<laughs> 確かに僕もあのー、見ましたけどね、もう81歳 81歳やで。で、あのーえー、ドナルド・トランプやな、ドナルド・トランプと、まあ、討論会があって、えー、打ち合いになって、えー、まあまあ,あ、言い勝てない。で、言葉に詰まったりとか、失言が間違ったことを言ったりするらしいね。んで、なんか、 まあ、せ、アメリカといえばね、えっと、世界の警察やと言われるぐらい、ね、アメリカっていう国は強いアメリカとか、いろんな意味で、えー、な、優れた国かなと思ってたんやけど、なんか、うん今年の4年に1回の選挙は、えー、まあ、この、ジョー・バイデン、多分最後やと思うんだ、81やから、 これが今回外して、次やな、次言うたら85歳でってなんねんな、今度。無理やろって言うところから、今度はあドナルド・トランプになったとしても、4年前の、4年前のドナルド・トランプと、今回のドナルド・トランプってね、なんか別人になったかのような、ちょっと物の,の言い方がね、4年前、 4年前の時に、えー、2期目に入るであろうドナルド・トランプがなんかあジョー・バイデンに、えー、負けた時も僕もびっくりしたけどその後4年経って今ドナルド・トランプとジョー・バイデンなら並べてみるとまあ申し訳ないけどどっちもどっち感があんのよなでどっちに票を入れてもまあ民主党と共和党やけど どっちに票入れても、なんか世の中が良くなるように見えない <laughs>。アメリカね、大統領やん。一番トップやねんやけど。どっちにね、入れても、あのー、世の中が良くなるような気配がないっていうの。で、さらにやけど、かといってね、ほんだら、まあこれ、民主党やな。ジョー・バイデンが、えー、再選するべきではないって言われて、 7月中やったら、7月中やったら、まだ違う候補を立てて、えー、民主党は勝負できんねんけど、ジョー・バイデンが、あやりたいって言ったら、止められへんらしいねんな。<laughs> <laughs> ジョー・バイデンがやるって言ったら止められへんらしいねうーん。で、今度共和党は、えー、もう予備選挙みたいなことやってたんやけど、 圧倒的にやんか、ドナルド・トランプやな、が強くて、共和党ももうドナルド・トランプで行くしかないみたいな。でね、あのー、僕もね、えっと、学校で勉強した、世の中で見てきた、世の中生きてきた中で見てきた中で思うのは、世の中がおかしくなる。世の中がね、世の中がおかしくなるときと、 えー、やっぱり世の中が変わるとき世の中がおかしくなるときか世の中が大きく変わるときってやっぱりこういうふうなねあのー、まあ例えばドナルド・トランプみたいな人がやっぱ出てくるのよなこれはもう歴史が証明してんねん歴史がで民主国家って言われるあのー、まだまだね民主国家って言われてる国やった場合 こういうい変わった人が現れる、ね、で、えー、今に不満がある人やな日本でもそうやねんけど今の生活に不満がある人今の生活に不安がある人はやっぱりちょっと尖ったっていうのかなちょっと尖った普通の人が言えへんようなフレーズを聞いてそれがええやんと思う人があやっぱり一定数出てきて世の中を 変えようとすんねんな。民主国家やったら、うん。これね、えっと、申し訳ないけど、発展途上国みたいなとこやったら、おそらく発展途上国とかやったら、おそらく間違いなくクーデターがなんか起きてるはずやねん。発展途上国やったら、ちょっと今国の名前言えへんけど、えー、ミャンマーとかがそうやねんな。あの、ある日突然軍事政権かなんかが、 えー、政権を乗っ取ってとかねイスラエル今やってるよねハマスかなんか攻撃したりするのもハマスが先に、ま、手渡したとは言いながらもそこまでやらんでもええやろうみたいなことでやっぱり発展途上国はね、あのー、力で解決しようとすんねんけど民主国家っていうのは世の中の転換期にはね、あのー、ちょっと変わった発想の人かみんなの不満がやなアメリカもそうやねん。 みんなの不満が爆発してる時に、そういう人が来ると、それに一定数票を入れることがあるねん。で、それの一番わかりやすい例が、あの、第二次世界大戦の前の、結局ドイツがそうやねんな。アドルフ・ヒトラーっていう、そこらにいてるただの人が、えー、言葉だけで、軍部を掌握しただけじゃなくって、政府も掌握した後、 えー、一気にに戦争に打っって出るみたたいなことをやったわけや日本も過去を振り返ればな例えばあ江戸時代が終わって明治大正昭和ってくる中どんどんと、えー、諸外国に対して圧力をかけてでそれがうまくいったのことでよってうまくいったことによって味を占めた結果あー経済制裁を受けて。 もうこのままやったらもう生きていかれん、まあ、政府が維持できない国がってなって、えー、一発勝負の短期決戦で第二次世界大戦でいう太平洋戦争が始まるわけね日本でも。でその後、えー、アメリカのまあ正直やけど今日本が独立国家やと思う人ってねやっぱり10人に何人かぐらいじゃないかな <laughs> っていうぐらい。 アメリカの傘の下にいてる日本はもうアメリカの属国なのよな。で、最近、あの、東京都知事選挙なんかで、えモ、ー、田ミ神さんやったかな。航空幕僚長やった田ガ神さんなんかが、やっぱり、な、そういうことを言ってて、それがね、そうかなと思わせんねんな。うーん。まあまあ、田ガ神さんは、 東京都知事選挙には影響はないと思うへんやけどやで <laughs>。で、アメリカではやねん。この前の討論会、僕もあのフルで見たんやけど、確かにね、あの、日本語訳やな。日本語で通訳の人が通訳した内容を聞くと、お互いががっぷり四つに見えんねんけど、これね、アメリカで言う英語で聞いたら、英語で生で聞いたらね、 やっぱりね、ジョー・バイデンは、あのー、次の大統領は難しい。次の大統領は。かといってね、あのー、今の副大統領であるハリスが大統領の候補になんのかそれもっと無理とかって、ジョー・バイデンも無理やし、ハリスも無理やんって言ったら、結局、踏んだら、ドナルド・トランプがあと4年やんのみたいな、今世の中がおかしくなっているところに、とうとう、 さらに尖った、尖った人が出てきて世の中さらにおかしくなるか、えー、俺が任せろ、ドナルド・ダンプで言うね、俺に任せろがうまくいったらよくなるけど、あかんかった場合余計に悪くなるっていうようなあとこになるかなんですけどね。まあこれ、アメリカやな、の世論調査会社が、あのー、バイデンが。 今大統領選挙に再選で、えー、手を挙げることはやめといた方がいいっていうのは7割。これね、当日、あのー、その、えー、討論会の後、アンケートを取った時はね、えー、まあ、だいね、6-4、6対4で、えー、トランプの方が良かったっていう人が多かったみたいね、うん。で、ドナルド・トランプが4になった理由っていうのが、 もうねやっぱり年から来るんやろうな年齢的なところでやっぱちょっと難しいやろうあと4年間はっていうそんなところなんですけどさらに真剣な神経質な人たちが出てきて7割がジョー・バイデンでは厳しいただかといって今から民主党やな誰がほんなら大統領候補なんとかって言ってまあ言うとあるけどアメリカっていう国のトップを 今から1ヶ月以内ぐらいで探してくるっていうボが無理やんみたいなとこがあってもしかしたらやけどこうアメリカがおかしくなってるからアメリカのトップがジョー・バイデンがおかしいから、えー、世界がおかしいみたいなねでジョー・バイデンがアメリカのトップやから日本のトップの岸田もおかしいみたいな <laughs> ところで岸,岸田に手も入れときながら、うん これは、ね、あのー、通訳じゃなくてね英語にちょっと堪能な方が、あのー、聞いたらすぐわかるよ、うん、えっと誰やったかなあパックンやったかなあのテレビで最近解説やってる元お笑い芸人だなパックンなんかも同じこと言うてんねんあの日本語の通訳が入った訳,訳されたやつやな日本語に訳されたやつを見るとそれ相応の答えになってんのは通訳が こう思ってるんじゃないかっていう解釈が入るから、なんとなく成り立ってるように見えるけど、英語で聞いたらまあ圧倒的にトランプの方が上やって言ってるからね。うん。みんなそう言うでんねん。ほんで、かといってね、ジョー・バイデンやばいやんっていうことで、例えばそれでアメリカがジョー・バイデンじゃなかったらやばいやん。けどトランプもやばいやんって言って、例えばほんならドルが安くなるのかって言ったら、 えー、円安はずっと続くねんなこれ <laughs> やっぱり国が国やな。日本も国やったらアメリカも国やねんけど、その国が持ってる国が持ってる骨格やな。国の骨格がやっぱり、えー、ドルが安くなれへん構造になってんやろうな。これね、えー、っとテレビとかであんましないねんけど、あのオイルマネーやな。 に言う世界を制するまあガソリンとかでいうオイルマネーっていうのが、えー、実はドル建て世界のあのオイルマネーオイルやな原油価格っていうのはドル建てになってたやつがあのー、今年で有効期限が切れてるらしいんなでこれからはドルじゃなかったもえー まあ、原油が買えるっていうことで、ドルが安くなるんちゃうかって、言われとったんやで、この1ヶ月ぐらいずっと。原油マネーやな、オイルマネーは、ドルだてじゃなくって、違う通貨でやるようになるんじゃないかって言われて、ドルが暴落するんちゃうかとかって言っててんけど、相変わらず、円は安くてドルは強いや、みたいな。<laughs> !1 ヶ月ぐらい僕を見とってんけど、 全然カわれへんやんって言って。それよりか、円安の方が加速したやんね。160円普通に突破してやんが。うん。ひどいことになってんだよ、ほんまに。僕ね、えー、僕はもうそんな長生きしない年やけど、もう明日生きてる保証がない年齢になってるからね。まあ僕は別にええねんけど、あの、うちの子供とか、な、今、今、ちょうど学生さんとか、 働き始めた、今ぐらいの働き始めた人なんかは、ほんまに辛いと思うで、これからの世の中。僕もね、あの、あんまり普段は謝れへん方やねんけどやで、もうね、今のこの、どないしようもない世の中やな。アメリカもそうやけど、このおかしな国になっている世界やな。世界がおかしくなった責任を僕らが取られへんねん。僕らが生きてる間に、 この世の中が綺麗になったりとか、良くなったりすることがもうできないのよな。それについてはね、ほんと申し訳ないと思うね。うん。個人ベースは別やで。例えば、うちの家族だけとか、僕が知ってるところだけとかやったら、助ける方法はあんねんけど、全員がやで、よっしゃーって良くなるってこれからないやんか。本当にあの、言い方悪いけど、あの、明日、ねえ、 例えば仕事に行かなあかん人たちにしてみたらえで、もうなんやねんとかっていうこの世の中になったのは、まあ僕らの力がなかったのもそうやし、その場合の人がおかしかったかもしれんけど、アメリカもおかしくなってんねん、とうとう。こアメリカなんかはクーデターは起きないからね。国がしっかりしてるから骨格が。日本も多分そんな起きないと思うねん、クーデターは。起きないねんけど、やっぱり、 岸田みたいなね、あのー、ちょっともごめんやで。広島戦士ってやねんな、岸田って。広島県の恥やって。はっきり俺が言い切ったったら僕は、俺って言ってもんだけど、ごめん。広島の恥、岸田文雄。この前なんか見たな、YouTube で。岸田文雄の事務所の前で、早くやめろとかって国会議員やめろとかってやってた人おったやんな。あ、もう、真っ当やで。岸田早くやめろって言ってたけど。う そろそろね、あの、世の中を良くする方法論考えなあかん時きは来てるんやねおそらくこれ、ジョー・バイデンと、えー、ドナルド・トランプが、このままジョー・バイデンがまだ大統領やんねや言うたりとかして、このままトランプとドラ、えー、バイデンが打ち合いになった時って、最悪アメリカが2つに分かれるぐらいのあのとこまで行くからね。世の中が変わる時ってそうやから。うん んで、結果としてみたいな感じになんねや。日本はどうやねん。ん、な、日本もな、岸田はどうしようもないから早めてほしいけど、岸田が、岸田文雄が辞めた後、岸田文雄、岸田文雄が辞めた後、誰が日本のトップになんのって。日本のトップ。日本のトップになる人っておれへんやん。誰かおる 日本のトップにふさわしい人あの国会議員も無理やであの今は間接民主主義やから国会議員がら選ぼうとするけどこんな時はねやっぱり求心力のある人っていうのかな求心力があってあのこの人やったら任せてもいいやろうっていう人がならなあかん時やね今は誰が何年って言われたら岸田が辞めた後 国会議員でまともなやつおれへんやろ。まともなやつ言うとたるわ。なんでって言ったら、あのー、お金に困ってなくって、お金に困ってなくって、で、お金に困ってないから、みんなのために頼まれたら頑張ってみようかなっていう、お金に絡まない、お金に絡まないで、世の中を正しくしようっていう人が出てこない限り、今の国会議員全員、 誰選んでも一緒ないよな、結局。うん。誰がって言ったら、まあ、この前ね、ちょっと僕もご飯食べてる時に言うとってんけどね、日本のトップに誰がふさわしいと思いますかって言われたら、そうやな、お金に困ってなくって。だから別にあの、裏金とか、立場とか地位とか関係なく、お金に困ってなくって、えー、みんながその人に言うこと聞いてもいいなって思う人、 がトップにならならあかんんと思うねんって,言ってで、例えば、誰がって言われたら、そうやなあとかってこの前も言ってて、えー、例えば、えー、タモリさんとか、<笑>お笑いなんかおしゃいそうやで。そんなんなってくんねんって。タモリさんとか、例えば、あまあ、たけしさんとか、トップやってか、トップやからね。 お金に困ってなくて、あの、嘘をつけへんそうな人やから。で、まあ、極論やけど、さんまさんとかって言ってて、なんでって言ったら、近くに吉本があったからな、あの話しててんけど。で、そうじゃなかったら、あー、まあ、ちょっと有名な人やったら、あー、えー、前沢友作とか。<laughs> この前、フェラーリで事故ってたけど、前沢友作とか、ちょっと有名な人やで、 で、純不動で、えー、例えば、あ橋本徹、これ違和感ある人おるやろ橋本徹って言って、言うたら、わーって言う人おるけど、大阪近辺の人は、橋本徹が大阪府を黒字にしたっていうことに関してはね、評価点は高いんやで。うん。で、あと、そうやな、あまあ、若い人には知名度がない。 若い人に知名度がなかったもんええんやったら、ああ、例えば、ああ、富野義行とか <laughs> まあまあ、どうしたいけど、富野義行さんとかうん。国会であの、国会であの、ニュータイプ論叫んでもらおうや、みたいな。国会で。とか。うん。まあ、有名な人やったら、ああ、宮崎駿とか。<laughs> こだわりきついけど、宮崎駿とか。 ととかって言っっててずっとでもしくはあのこの前僕目の前に見てきたけど、えー、安彦義和さんね77歳やけど安彦義和さん結構あの人芯がね、あのー、太いもん持ってあんねん芯にであとそうやなそれ以外やったら、えー、僕の知ってる限りやったら大阪府知事の吉村さんやなちょっと最近あの意見が緩いけど うん、元弁護士やし、あのー、発言の軸がブレーンやったら、あ吉村知事、うん、黒字、黒字にする方法を知ってるからな、自治体が。もしくは、あ今フリーやけど、えー、松井一郎とか、大阪勤勉やったらな、関東やったらどうやろう、えー、そうやな。 関東の芸能人テレビ見ないからな最近テレビ見ないからやけど、うん、関東やったら、うん、誰やろうとかってみたいなとこやな、うん、まあとりあえずねあのもう日本のね、えー、悪いところっていうのはあの消去法やなこの人あかんからこの人あかんからこの人あかんからって言った結果 消去法でで選んでしまうっていう傾向が今非常に強いんで、やっぱり能力で人を決めていかなあかんねん。どうなったらね、国会議員の中から、あの、首相が選出されること自体がイレギュラーなんよな。うん。連れてこなあかんねん。この人やったらっていう人ね。この人やったらみたいな。極論やで。日本の首相はもう AI でもいいんちゃうかなと思ってるやん。 日本の首相は AI かなんかで、日本太郎かなんかいう名前にして、あの AI かなんかに首相をやってもらって、どっちみち首相は、あの、おってもおれへんかっても、あの、変われへんからね。どっちみち国会は国会議員で決めるわけやし、国会議員の決めることっていうのは、上級公務員の官僚が、システム自体は官僚が決めてるわけやん。予算とかも。 それを国会でわー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 ,ー言うてるだけやから、別に国会議員もいらんねんで、やったらもう日本の首相自体 AI かなんかにして、うん、AI ね。が何聞いても、何を質問しても、帰ってくる答えって無難な答えしか返ってきえへんねん。は <laughs> ってなってくんねんで、なってくんねん。うん。出なかったらね、うん。 まあこの前はね、AI でいいんちゃうのを言うとってんけどな。もう、世界に先駆けて、日本の突破、これから AI がやります。みたいな、どこでええんちゃうの。人間的にね、えー、僕がね、うん、そうやな、この人やったらっていう人が、誰やろな。いないな。はい。 今、いろんなあの都道府県の知事の顔も浮かんでんけど、無理やな。無理。うん、僕、だから日本のトップでね、あの考え方、発想点がねあ、これはいいかなと思ったんはね、えー、今、東京都知事に立候補者ある田母神さん田母神さんっていう人があ、軍事には詳しいわけや軍事面には詳しいわけやから、田母神さんなんかが、 あの首相なんかやると面白いんじゃないからと思うんだけどな面白いか面白くないかだけやったらあの玉上さんってあの日本は核武装した方がええって言ってる母や極右っていうタイプで核武装やで日本から日本はあのアメリカから独立してあの軍事力を持たなあかんとかって言ってる人やねうんそれもあるで一つの方法論としては で、それがいいか悪いかベストして、議論するためになってもらうねん。うん。今日やったかなあの、H3 ロケットかなんかが打ち上げなん、僕もちょっと見ててんけど、日本ってまだ、H3 ロケットで、H3 ロケットで、衛星打ち上げるぐらいでわーわー言うてんねんって、まだ。日本って、衛星打ち上げただけでわーわー言うてんねん。ロシアやな。 ロシアって宇宙ステーション持ってたやんか。アメリカとか、中国とか、インドとかと比べてもやで、なんやろうっていうぐらい、あの、経済力が弱い国になってしまってる日本。誰がしてんって言ったら、ああ、今日はもう言ってあげるわな。簡単やん、誰がしてんって言ったら、安倍晋三やろ。今なんか三回忌は言うてるけど、安倍晋三の アベノミクスの失敗のおかげで日本が貧乏になったんや。うん、まあ自分で責任取りはったけどな安倍晋三が。でその後、安倍晋三の責任をな取った菅ちゃんが全てで岸田今だから日本は変わらなあかん時は来てん,んやでかといって野党になったからって言って。 野党の誰があんだらトップになんねんって言ったら、折れへんやろうん。ほんだら、国会議員でそういう人が折れへんかったら、誰かにやってもらわなあかんねん。ほんだら、やっぱり経済に強くて、えー、世の中に血、あれや、あのー、世界中で名前が周知されてる人で、なおかつ、この人の言うことやったら聞いてもいいかなっていうような人がならなあかんねんってなると、やっぱり、うーん、日本やったタモリさん。ははは。 それかやっぱ北野武さんがな、うん、海外では有名やだろうな、ん、意外とうん論理派やであのー、うんそれかねえー、えー、あいや言わんとくわ<笑><笑>ちょっとあの曲、うん、ちょっとまずいから言えへんけど、あのー、他にも何人か芸能人の人でなあのこの人やったらっていう人おんねんけど放送行動に引っかかった困るからなっていうとこでええー まあアメリカもこれから厳しい年末にかけて選挙やった後やな厳しい4年間がやってくるで次の誰かがいないねんなジョー・バイデンと、えー、ドナルド・トランプの後ろがおれへん日本もそうやろ岸田は無能やけど岸田文雄は無能やんけども岸田文雄を引きずり下ろしても次に上がる人がおれへんね、うんおれへんやろ、うん ということで、えー、ございます。